愛の勝義ちょっと待って今は分かりません、分かりません、何にも出てこないんだったらこれでやめにしよう、わかした、やめるんすか。それではどうもありがとうございました。いや違うな。さて秋になったら、なんか やってみようかなっていうのもいいんじゃないかということで、なんかほらバンド組んだりとかいろいろやったし、なんかそういうなんかちょっとみんなで楽しめることもいいかな。いいですね。バンド再編成するもう一回。今度ベースキーボード挑戦しようか。それいいよお前、すげえいいな。ね、ベースキーボード。ベースキーボード。じゃあ振り分けを。うん、振り分け聞きましょう。はい、モンジュン。キーボード。はい、ベース。ああでもどうしようかな。ベースキーボードに坂崎が、はい、なんだろうね。太鼓ですか。いやドラム。坂崎ドラムうまいね。ああ、トランペット見たことないです。坂崎トランペット。吹いたことない。トランペット。トランペット。吹いたことないのよ。もう編成がさ、異様な編成にしようよ。ベース、キーボード、トランペットに、俺なんか、マチェロ。チェロ。オーケー。俺チェロ。チェロ、めちゃめちゃ難しいですよ。チェロ。お願いしますよ。トランペットってのすぐ泣く。よし、この秋は、すっげえ面白い、盛り上がってきた。よし決めました。カムカムギターケース秋は4人編成の新バンド、担当います。フッドベース。ちょっと待ってください。普通のベースにしてください。ダメ、フッドベースなんだよ。無理です。道連れだよな。いやみんな無理なんだからさ。フレットないんですよ。いや俺はチェロもないじゃん。